お、すごい。前の流れで5人かな。あ、そうですね。これ更新されない。あれ。まあいいか。これ更新しとく。まだ大丈夫。じゃじゃん。あ、更新されてますね。OK です。じゃあお願いします。よいしょそのままわからない人わからない、やばいやばい、毎回こういった効果長メガヘルツ全国からでも聞けますのでよろしくお願いします。お、なんかお議論案のジングルが変わって今気づいた。さあ今日も1時間お届けしましょうね。5秒前。はい、本日も始まりましたアイデアの IUK。8月20日土曜日ですね。珍しく日付と曜日を言ってみました。アイデアの IOK はですね、普段の何気ないことから話したり、まあ普段何気ない質問とか疑問とかねもう答えて言っているんですが、最近そういう説明をするのを忘れていたなと思いながら、まあ一応ですね、あんまり何を話すよって決めてないというなんて失礼な番組だという感じなんですけれども、まああのリスナーさんとかですね、ツイキャスとかのコメント、メッセージとかのコメントをもとに、発展させていきたいなと思いつつ、11月からやってますが、ツイキャスでやり取りするぐらいでなかなかメッセージが、まあ、メッセージ初めの頃は妻がもう送ってくれたんですが今は送ってもらっておりませんなので、まあね、どんなことでもいいと思うんです。一応僕、うん、子育て、出会いから子育てまでということで、まあかといってね、いろんなことをいろいろ吸収するのが得意で、まあ分析派なので、あのいろんな話ができるかなと思っておりますので、あの些細な悩みから、大きな悩みから、重たい悩みから、軽い悩みからですね、相談事があればメール送っていただければ、あの解決するか分かんないですけど、一つよりどころができるかなと思っております。アイデアの IOK はですね、NPO 法人沖縄県出会い結婚支援センター NPO 婚活モールの提供でお送りしております。明日ですね、婚活モールもオリオンビアホールで、イベントがありますので、もうさすがに満席かなと思いつつ、まあね、暑い沖縄にオリオンビールね、すっきり爽やかオリオンビールが合うんではないかなと思ってやります。で、8月27日にもですね、イベントで、イベントというか各駅停車っていう、婚活モールが一番、出会いというかより自然な出会いをということで提供している、なんていうのかな、サービスというのかな、を体験、無料で体験する機会もありますので、ぜひともお願いします。それでですね、今日のテーマは常にフリーなんですけど今日のテーマはですね、たまたま今日ローソンに入ったら理想のオレンジっていうジュースが売ってあったので、理想の〇〇、理想の〇〇とか、夏休みももう終わりなので夏休みとか、今日うちの地域で盆踊りがあるので夏祭りとか、まあそういう感じで進めていきたいなと思っております。皆さん1週間どうでしたか。そういうのでもいいかなと思ってますので、ぜひぜひ1時間ですね、気楽にのんびり聞いていただければなと思っております。あのね、ラジオだからこそ匿名で相談できると。で、まあその相談がね、まあ聞いてもらえるだけでもちょっといいじゃないですかっていう感じで、まあ対決になるかわからないし、まあできればね、リスナーさんからも少しアイデアをいただきながら
解決していけたらいいなと思いつつ番組をやっておりますので、もしよろしければメールなり、ツイキャスでコメントなりよろしくお願いします。はい、アイデアの愛用系始まっておりますよ。大体ね、1時間に1人ぐらいツイキャスに入ってきてくれるんですが、今日は忙しいのかね、お給場も終えて忙しいのか、まだ3人見てくれてますけど一応まだ誰もコメントなしという感じですね。今日はですね、理想の〇〇と、夏祭り夏休みということで話していこうと思うんですけども、それで話すのかみたいな、ですね、少しイベント情報もお伝えしながらお送りしていけたいなと思っております。まあ、先ほどね、ポンカツモールさんのイベント、モールさんのイベントもご紹介したように、もうまだあれかな、もうすでに9月まではオリオン、イオンモールライカムのオリオンビアホールでイベントが行われることまでは決まってるんですけど、もう10月2月ぐらいまでのイベントを今一生懸命ですね、イベント担当のスタッフがやられております。おっと、今見たら各駅停車の無料体験会、8月分はもしかしたら流れたかな、ちょっと人数が少なくて。で、まあ婚活モールさんのイベントって何がいいかっていうと、一応人数とか年齢をそれぞれちゃんとこう明確に表示してくれていると。で、イオンモールだと20、20だったかな。で、合計80、1回目が20、20で、後半も20、20、40、40だったかな。ちょっと忘れたんですけど、40、40だった気がするな。40、40、男性40、女性40。これはまあ聞いた話ですけど、ものによっては男性がやたら少ないとか女性がやたら少ないみたいなこともあるそうなので、一応ですね、1対1の割合でやれるように、でマイナビ婚活さんから見たら、私たちは5対5を目指していますみたいな、1対1を目指していますみたいな、半々を目指していますって書いてるぐらいなので、まあ世の中そう半々ちゃんと集めている。まあ、その代わりですね、お断りすることもあるのが婚活モールさんなので、あんま急いでっていうか、まあ時間都合つきそうだなって言ったら、ちょっと先払いになって、返却ができないので、そこはちょっと考えながらですね、やってもらわないといけないんですけど、まあ大体みんな時間に都合つけて参加されてますね。で、イオンモール沖縄ライカムでのオリオンビアホールのイベントは、8月21日と9月25日の日曜日に行う予定です。時間は、17時30分受付の18時から21時ということになってますので、まあ、イオンモール沖縄ライカムにまだ行ったことない人もいるかもしれないので、まあ、それもきっかけにね、やってもらっていいかなと思ってますよ。で、あとはですね、各駅停車の無料体験会っていうのが、9月18日の日曜日ですねに行われる予定なので、もしこれね、何回も言いますけど、独身者だけではなくて、既婚してる、ラジオで聞かれてるあなたもですね、まあ既婚ではなくてもですね、周りに、結婚したい友達がいるとか、したい人を知っている人には少し声をかけてあげるといいのかな。まあ結婚したいって言ってればですね、したいって言って
ってないかどうかわからない人はちょっと難しいんですけど、ちょっとおせっかいを焼いてもいいのかなと思っております。はい、まあね、参加費かかることなのでなかなか難しいかなと思う部分と、まあ、ぜひぜひ、声かけてほしいなっていう思いもありますので、どうしてもですね、既婚者だけ、既婚者だけ、既婚者じゃない、まだ結婚してない人とか独身の人だけでやるとどうしても情報が足りないんですよね。独身で結婚したいなっていう人の足りなくなっちゃうので、そういう意味では既婚の人がね、どんどん、いろんな人に教えていってあげれば嬉しいなと思います。それでですね、あとまたちょっとこの婚活モールとは別のイベントがありまして、ですね、まあ僕のちょっと、大好きな写真のカメラマン、プロカメラマンですね、まあ本当に第一線で活躍されたり、僕が知る限りでは、仲間由紀恵さん主演の映画のテンペストかな、映画ドラマ NHK のドラマかな、テンペストのスチール写真って言って、カメラマンビデオ、撮影のカメラでは、ドラマを撮る撮影ではその合間のスチールっていう写真を撮る、まあ、静止の写真を撮るカメラマンをやってたり、まあ、いろんなところで活躍されてて、本当にこう交友関係聞いてたら、すごい芸能人の方と知り合いだったりしている、竹安幸喜さんっていう沖縄を拠点に頑張られている方がいるんですけど、その人がですね、毎月ですね、1回ぐらいのペースで、まあ、大体3日間を撮ってくれて、夏休みだと6日間ぐらい撮ってくれたりして、すごく格安でですね、5000円で、30分間ぐらい一気に撮るのかな、で、40カットぐらいだったかな。なぜもう結構ね、すごい腕のカメラマンがですね、ガシャガシャ写真を撮ってくれて、すごく上等なカメラらしいんですけど、僕はそのカメラがよく分かんないんですけど、まあ、それを使ってですね、5000円ですよ、これ。某、記念写真の写真館とか言ったら、こんなんじゃ済まないですよね。ただ家族撮影写真ということで、まあ、ペットとの写真とか、まあ、絆のある写真ですね、の写真ですね。友達とか仲間でも大丈夫なので、家族が揃ったり結婚記念とかね、トッププロが世界最高峰のカメラハッセルブラッド H5D でと、職場仲間とかねでも撮ってくれますので、少し調べてください。アトリエ1001ですね。家族撮影会、これ何で調べたらいいのかな一応ですね、分からなかったら、山下浩二、山の下に幸せ2つ関数字の2で、Facebook 調べてくださいで竹安浩紀調べるか、あとですね、ね、ちょっとこれ竹安浩紀のホームページ、 Facebook 見た方が早いかなと思います。一応メールアドレスあるんですけど、内容知りたいですよね竹安浩紀は、難しい字なので、山の下に幸せ2つで調べてもらってから、メッセージくれてもいいですなので、少し興味のある方、またはですね、これもぜひぜひ情報を拡散していくっていうことがとっても大事だと思うので、情報拡散してもらいたいなと思います。はい、で先週どうでしたか皆さん。ね、内地も13、14、15が月曜日で新聞が重なって、沖縄ですね、15、16、17、9本でやるので、たまたま9本の13、14、15が、15、16、17とちょっと15日だけ重なるという感じで、1週間で、ですね、うちの地域ね、大城、北中城村大城っていうところで今住んでるんですけど、うちの地域では、その旧盆もあり、旧盆はですね、まあ、各家庭でやるので、うちは妻の実家に行って、糸満っていうところにあるんですけど、沖縄県の南の方ですね、で、運慶してきました。ウートウトって、まあ、一緒ですよ、やってることは。ご先祖様が、ね、やってくる
で、まあ内地の場合はですね、ナスの、あ、キュウリの馬にナスの牛でキュウリの馬でやってきてナスの牛で帰っていくんだったかな。沖縄の場合はね、歩いて来させますねあのサトウキビの杖をついてくるんですけど、あのウトウトしながらですね、あのウトウトって拝むことですね、ウトウトして、はい、あのご先祖様ありがとうね、今までの命を紡いでくれてありがとうねっていうことで、まあ、子供たち連れてですね、まだウトウトできない3歳児を無理やりウトウトさせながらですね、ご先祖様を迎えてきました。で、まあ、一応ですね、まあ、うちは割と沖縄県の中でもうちの妻の実家は割と優しい方なのでお中元回りとかそういうのはあんまりなく、ウークイも別に行かずですねみんなですね、夏休み、旧盆は親族関係のとこにそのお中元を持って送るんじゃなくて、まあ、送ったりはすると思うんですけど、ちょっとちゃんとしてるところというか、まあ、しっかりやってるところはお中元を持って回って挨拶してお仏壇に手を合わせてっていうことをやるみたいですやってないから知らないんですけど、まあそれでもだいぶ落ち着いてきたの。でもやっぱりね、旧盆渋滞みたいなのはありますよ。あと、まあ家族が大きく動くって言ったら正月で、まあやるとこによっては旧正月で、そしてあとあれですね、シーミーと呼ばれるよく予約するとお墓の前でピクニックって言い方をよくされるんですけど、お墓に行って先祖の前でみんなで先祖と一緒に、ご先祖様と一緒にこうちょっと一日お墓掃除した後一日をちょっと楽しく過ごすっていうか、みんなで時間をね、親族で信仰を温めるみたい、親睦を温めるみたいなものがあるので、まあ、そうシーミー渋滞っていうのが本当に高速に出てくるぐらい結構ね、沖縄県民がいっぱい動きます。で、中の日ですね、中の日って言って運慶中の日ウークイって言ってですね、旧盆は運慶から始まって中の日、真ん中の日、新盆でいう14日が中の日なので中の日があって、で最後のお盆、沖縄新盆でもお盆っていうのがウークイで、中の日がですね、嘉手納高校だったんですよで、嘉手納高校はね、頑張ったんですけど、なかなか残念ながら敗退してしまってですね、でまあ中の日過ぎて、ああ敗退しちゃったねーみたいな感じで、でウークイも無事終わってですね、ああ夏が終わったなーって感じですね、沖縄まだ他はどうかな、まあ、でも大体みんなこれで終わったかなって言ってなるんじゃないかなって。でうちの地区はですね、大城地域は中の日に道巡礼がありました。道巡礼っていうのはエーサーってさ、何をやっているかっていうと、このもう全部旧盆絡み、全部というか旧盆絡みで迷わずに来れるようにですね、こっちですよって言って道を練り歩くんですね。練り歩くって言っても歩きながら やるのは少なくて、やっぱ場所場所でやったり、まあ、歩きながらやるものもあるんですけど、で道巡礼っていうのをちょっとまあ大体基本的には各ポイント、エイサーがエイサーが参る場所に集まってやって移動して、でエイサーやって移動してって何箇所か回っていく。もう本当にね、今年はもう真夏のエイサーだったので、エイサーしてる人大変だなと思いながら、まあ双子たちを連れながらですね、娘と家族全員でですね、まあ一箇所だけ、一番端のポイントだけ見て帰ってきたんですけど、やってましたね、中の日ね。でウクイはまあ送る日ですね。でまあ僕はあまりウクイ関係なかったんですけど、でまあこれ全島的にどうか分かんないですけど、北中城村の大城と荻野では旗すがしっていうのがあるんですよ。旗すがしもうなんかお盆の話になってるまあいい、まあ、こういう感じでやってるので、はたすがしっていうのがあるんです。はたすがしってなんだろうって初め思ったんですけどね、話を聞くと、まあお盆でやってくるんですけど、まあ楽しすぎて帰れなくなってしまったご先祖様とかがいるかもしれないと、ということで
大きい旗頭、旗を持ってですね、ドラを鳴らして、あのもう帰って大丈夫ですよみたいなあのちゃんと、メイドに帰ってくださいよというのを、あのこれもですね、昨日規模はちょっと小さかったけど、あ、小さくはないか、ちゃんと回ってたな。あのぐるーっとブラックを一周してね、あのやっぱオグスク地域って割と小さなブラックなので回りやすいっていうのあるんですよね。ほんと他の地区とかだったらもう大変な場が、あと朝廷坊っていうのがあって、あの棒術も盛んなんですね。空手の方も盛んなんですけど、棒術も盛んで、あの型かな、なんせなぎなたとか型系はほんと沖縄県はすごいんです。空手は結構トップクラスですしね。なのでまあそういう意味では、すいません、なんか音切れましたね。まあ朝廷坊っていうのもあったりして、まあなんかあのエーサーの服装した人が、あの荻堂と大愚宿で、あの棒術の演舞をしてましたね。かっこよかったですよ。でまあこれが昨日ありました。お盆、旧盆でウークイが終わってから何日か経って、旧暦の17にやるって言ってたかな、だから19か17にやって、はい皆さんちゃんと帰ってくださいよっていうのを去年説明を受けたので、多分あって、あのドラをダーンダーンって叩きながらセイファーって言うんですよね。セイファーって意味はちょっと分かんないんですけど、娘にセイファーってどういう意味って言われたけど答えられなかったんですけど、セイファーって言いながらですね、あのご先祖様もうちょっとベイド帰ってのんびりしてくださいよっていう追い返すっていうのも、ね、失礼な話なんですけど、まあ3日間ね、本当だと3日間とか、こう5日間粘っているとか、あの帰り道に迷った人用に丁寧にね送り出すっていうねものらしいので、まあそういうのもですね、やっぱりこういう地域がしっかりなんかつないでいこうってしている地域じゃないと、なかなか結局当事者がどう頑張るかなんですね。つなげたい人が頑張ってもなかなか難しくて、自分たちがお世話になったからやっぱりね残していかないとねみたいな人たちが割と多い地域なのかなと思いながら、子供たちも、はいブルガリさんこんにちは、お5人になってる今日はですね、沖縄のなぜか旧盆の話してますよもうそろそろ旧盆の話終わる予定なんですけど、で今日はですね、で、まあ、先週旧盆の前ぐらいの時に盆踊りの櫓の組み立てしてたんですね、朝9時から、結構きついきついというか、きつかったなんかその日はね日差しがやたら強くてきつかったですね。でまあ今日のテーマの一つの夏祭りもそうなんですけど、まあね夏といえばお祭りもいっぱいだし、まあ、夏休みももうそろそろ終わるか、夏休みもで、あとはね理想の〇〇っていうのも一応テーマにしてますが、盆踊りがですね今日あるんですよ。ちょっと雲行きがね今パッと見に昨日だとよろしくないんですが、まあ晴れてはいるんだ、曇ってる感じ、薄曇りが続いてますね。なので盆踊りもあって、今日は盆踊り7時から9時まで盆踊りの予定なんですけど、まあねこうやってこう地域の人が率先してやらないといけないような状況っていうのがあるっていうのは結構いいことで、あとはまあ地域の人が出てくるか出てこないか、そこで仲良くなって信頼関係が生まれるかどうかなんですけど、まあ、そういう意味では今住んでる、北中城の大城っていうところはとても住み心地の良いところで、今日盆踊りの、まあ、明日ね盆踊りの櫓の解体しないといけないんですけど、まあまあ解体しながらですね、またね地域の人との親交を深めながらやっていくんだろうなと思ってるんですけど、どうもうね夏休みね高校生はもう終わるらしいですよ。沖縄の高校生はもう来週の頭ぐらいから高校始まって、中学生は来週の真ん中あたりから中学校始まって、あ真ん中終わりぐらいから始まって、小学生はもう来週31か30ぐらいから始まる予定だったので、そういう意味ではですね、皆さん小学校どうなかなと思いながら、お子さんがいるところはね
大学生はまだまだありますね。まあでもあの2学期制か3学期制かによってまた違うんとは思うんですけど、僕は前期後期制だったので夏休みはもう2ヶ月フルであったので、で2ヶ月フルでも集中講義とか無理やりあのうち、あ、集中講義入れた方がいいかな、なぜあの集中講義の一つにあのもあの面白い子供と遊ぶ集中講義があったんですよ。おで、あ、ブルガリさんが、私の地元盆踊りは高齢になられた方が多くて次の担い手がいないんですよね。そうなんです、まずそこなんですよね。高齢になられてしまって、じゃあね、中間層みたいなちょっとこう高齢じゃない若者でもない人たちがって言うと今度仕事が忙しいんですね。で若者ってなると今度こう高齢者との距離感があったりして、なかなかこの全世代がつながらないと盆踊りって結構難しいよなっていうのをすごく今感じていて、面白いですよ。なんかだからなんかこうイベントがあると割とまんべんなく年齢層が来るので、そういう意味ではまあ小さいからできるんじゃないっていう話もあるらしいんですけど、まあそれもそうだと思うんですけど、やっぱねいっぱいいるとね責任感が、責任というか自分がやらなければっていうのはねなくなっちゃうので、まあこれは別にね義務でやるものではないんですけど、どうしてもその学校でもね PTA とかの活動とかね、大きい学校行っても小さい学校行っても大体頑張る人10人ぐらいですよ大きい学校でも10人ぐらい、小さい学校でも10人ぐらい、まあだから最低活動できる人数って決まってるんですよね。でその人たちだけが頑張るっていう感じになるので、大きい学校ほどやっぱ不満は募りやすいかな。小さい学校だとねやっぱ周りのことがよくわかる、あそこのね人は今忙しいか大変だからみたいながあるんですけど、大きい学校になると本当にねもうみんなのことを知ることはできないので、自分の周りの人のことはわかるけど、なのでまあいろいろそういう意味ではね盆踊りとか地域の行事とか残していくのは本当に難しいなと思えば思うほど、やっぱり何か意識して心がけて残していきたいなというか、僕はまだね本当に北中城の大城っていうところに来てまだ2年も経ってないんですよ実は。でももうね結構よくしていただいているので、その恩返しと思って今やってるんですけどね。だからまあそういう意味でもですね、地域に出ていくといろんな人とつながりができて、で面白いことにね地域っていろんな人がいることが多いので、何かやろうと思ったら大体足りないものはないぐらいいろんな仕事をしててね、例えば大発町、大発市だったかな、町市まで行かないかな、大発さんの沖縄、じゃあ大阪に大発市か大発町か大発っていう地名があったと思うんですけど、あそこだとやっぱそのね大発に関わってる人が多くても、大発に関わっててもいろんな仕事してる人多いでしょうからね。そう考えたらまあその地域にいろんな人がいて、大体地域で物事って解決できるぐらいね、やっぱり できなければ他にアウトソーシングじゃないですけど任せたらいいんですけどね、学校の先生がいたり、やっぱねいろんな仕事してる人がいるので、まあ、そういう意味でもいろんな人とつながれていいなと思っております。ですね、それではですね後半編は少しその婚活の話もねしようかなと思っておりますので、ちょっと CM 入りましょうね。
アイデアの IUOK お送りしております。ブルガリさんが地域の活性化のために盆踊り復活させたいんですけどねっていうことで、本当にね、地域が活性化するといいことだらけじゃないかなと僕は思っているので、今婚活もやってますけど、婚活を主にやってますけど、その前はね子育て支援みたいなところをすごく力を入れていてやっていて、まあ婚活しながら今地域学習塾、無料の地域学習塾をやっていて、年間1000円の保険料だけいただいて、毎週土曜を目安に35回をやるという約束で、まあ、教育委員会とちょっとお金もらいながらやってるんですけど、地域の無料、まあ、無料塾、今流行りのね、子どもの貧困対策で流行りの無料塾をもう何年も前からやってたんですけど、やってる方がいて、それからその人から引き継いだ形で、川上達夫先生という方から引き継いだんですけど、その、まあ、無料塾も、結局地域に僕、まあ、ちょっと教えられる人がいる。ね。で、まあ、そういう人がいて、そういう公民館っていう場所があるので、そこでその、勉強を見るとかね。それ以外にもね、いろんなそのノウハウを持った人がいるので、まあ今子育て支援、まあ学習支援になるのかな。学習支援もやりながら、やっぱ地域の人が地域の子供を育てるっていうね。で、まあ、うちは大城なんですけど、荻堂って隣の荻堂の子供も一緒に見てるんですけど、まあ、地域もそうだけど、まあ大きくしすぎるとあれなので、地域と、まあ、その横ぐらいの地域の子供を一緒に見るっていう形でやってはいるんですけど、まあなんかそれをやれば、その、例えば子育て支援も隣の人が分かっていれば、ちょっとごめん、すいませんが、って言って、この日ちょっとあれで子供をちょっと見といてほしいんですみたいな関係性ができていれば、そのね、子育て支援なんて言葉はいらなかったかもしれないし、で子育てに悩んでもすぐ相談できる、それこそ井戸端みたいなところがあって、ちょっとこれに困ってるんだけどみたいな話したら、先輩のお母さんからいろんな話が聞けるとかですね。ね、地域がちゃんとしっかりすれば、悪いことあんまない。で、あと防犯とかね、子供の、夜回りをわざわざしなくてもですね、子供がフラフラしてたらすぐ見つかるっていう環境とか、やっぱ大人の目がたくさんある。いい意味でも悪い意味でも大人の目があるっていうことは、監視に感じる部分と、やっぱ見守られてる感じになるので、まあ、子どもの健全育成にもいいだろうし、うん、だからそういうこと考えると、やっぱ地域力ってなくなりつつある今だからこそ、非常に、考えるべきものなのかなって。でやっぱなくなってきてるからこそ、ちょっと寂しさがあって、ブルガリさんのように盆踊りを復活させて、ちょっと地域を盛り上げていきたいという人が出てきて、いい感じなのかなと思って、僕も今実は地域の活性化で、実は婚活も何かその地域の活性に乗っけれないかなと。まあさすがにね、地域縛りすると婚活って結構難しいんですけど、なのでちょっと離れてやってはいるんですけど、まあ地域ごとにね、やっぱりお嫁さん来てほしいなっていう地域が、あと人口増のためにもう旦那さんでもいいから来てほしいっていう地域も、もちろん今ね、消滅化の年っていうのが出てきたぐらいで、まあ、日本も消滅するだろうって言われているらしいんですけどね。お、獅子舞の復活も。あ、獅子舞。獅子舞ね、うちはね、あれだったよ。あれでしたよ。まだやってるのでちょっと嬉しいなと思ったのが、ドンバナって言って、秋の豊作のシーズンにドンバナっていう、天狗、白髪とカッパって呼ばれる 3人のなんか、まあ、ものが、収穫したものを、各家を回って、もらって回って、子供たちはそれに追いかけ回されるという、ちょっと、なんで追いかけられるっていうのがついてきたのかよくわかんないんですけど、それをちょっとちょっと、ね、そのホラーじゃないですけど、ちょっとビビりながら楽しむっていう、追いかけられるっていうのもありましたね。そう、獅子舞、沖縄もですね、獅子舞あるんですよ、エーサーで。で、たまにちびっこが獅子舞やってたりすると、超かわいいんですよね。
で、まあちょっとオーグスクの餌には獅子舞なかったですけど、まあ獅子舞に頭噛まれると賢くなるとかね、うん、それだと僕は偏座の時にそんな感じでしたかね。北島舞の復活、他には浅田舞とか。で、まあまあまあ、で、まあ理想の〇〇っていうのも一応勢いで理想のオレンジジュースを見つけたので、理想のオレンジっていうね、もう前へっていうね感じのジュースも見つけたので、今日失礼しました、今日のテーマを理想の〇〇にしたんですけど、で婚活の話もしようなと思ってて、そうキムタクね、復活もなって、いやキムタクはどうなんですかね、一人スマップっていう話なんですけど、4人でスマップって話もあったり、本当にあそこの確執をすごいな、確執、まあ本当か嘘か本当か置いといて、森くんどうなったのかなって、常にずっとねレーサーになった森くん今どうしてるのかなって気にはなってるんですけど。うん、スマップの解散もちょっと衝撃です、衝撃というかなんだろうな、1月18日ぐらいの報告以降なんとかやってますって言ってたけど、結局解散しちゃってね、なんかなんかこう変な感じはするんですけど、まあね少年隊ぐらいはね解散してないですけど、大体解散してますからね、渋垣隊にしろ、光源氏にしろ、やっぱねどっかで解散することもあるのかなって、 もしかしたらね再んあのスピードみたいに一旦こう解散したけどまた今夜限りの復活とかあるかもしれないので、まあそれもありなのかな。復活したよって書いてある。一回復活したことあるのかな森くん。へえ、ちょっとあれはわからないな。で、いきなり CM が入ってきた、赤道ラーメンの。おお、赤道ラーメンが BGM に入ってきてるけど、はい、すいません、なんか急に赤道ラーメンの CM の曲が入ってきて、まあ赤道ラーメンさん頑張ってください。赤道ラーメンね、案外じゃない、美味しいんですよ。で、何がいいかっていうと夜遅くにやってくれている、まあ逆に昼間やってないんですけど、ちょっとなんか小腹空いたなと思うと、赤道ラーメンさんは5時とか6時までやってたりするので、みんな2時ぐらいに閉まりやがるんですね、ラーメン屋さんね。まあ仕方ないんですけど、赤道ラーメンさん空いてるのでフラッと行ったりしますね。まあポチャポチャボディが否めなくなってくるっていうね。で、まあ婚活の話もしようかなと思っていて、やっぱみんなね婚活しようと思うと理想のね婚活像とか理想の結婚像とか理想の家庭像とか理想の結婚相手像パートナー像とか、やっぱねいろいろ持って臨むと思うんですよね。そりゃそうですよ、何かをしようと思うとやっぱ理想はあるはずなので、でやっぱりね条件もやっぱ聞きますよね、そりゃ。仲人さんもどんな人がいいって言われて、どんな人でもいいって言われたら困るので、やっぱね何歳ぐらいっていう話をするんですけど、やっぱ理想は大事なんですよ、理想は大事。でもやっぱこの結婚なので理想がすごく現実的なのかどうかっていうのと、今の婚活市場というかね、パートナーがどういうことを求めているかっていうマーケティングも結構大事で、婚活の話はいいんじゃない今日は。何でもいいですよ、振ってくれたら婚活の話しなくなりますよ、リスさん。という感じでツイキャスも、まあ婚活の話って言っても大体そんな感じで、まあ理想と現実もあるよみたいなことも少し、ね、木村拓哉もそうですけど、悪く言う人もいれば、いや木村拓哉はそんなはずじゃないっていうファンの声もあったり、私はキムタクこんなに応援してきてそんなはずじゃないって知っているっていうけど、いやまあね芸能人としてのキムタクをどこまで知れるかっていうのはちょっと難しいなと思いながら見てたりするんですけど、まあどこまで本音でやってくれてるのかそうじゃないのかとかもあるし、まあ最近この
まあ今スマップそれぞれがね、本当にずっとそれぞれで活動してますからね、スマスマでしか全員、スマスマとか歌番組でたまに全員揃うの見たことないぐらい、みんながそれぞれで活動してたので、うん。で、まあラジオとかでね、稲垣吾郎ちゃんが、なんだ、コメントを寄せたっていう、スマップ話になってきた。のを読んでたら、なんかちょっと、なんかもう、セリフっぽいとか。いや、それはでもあんまり本音は言えないですよね。芸能人だもの。で、キムタクは逆に、その、愛を感じるというか、台本っぽくないで。でも分かんないじゃないですか。その、キムタクは俳優さんですからね。まあ、嘘ついてるからではなくて、やっぱ、ファンの前での立ち振る舞いって考えるのが芸能人なので、まあ、お仕事ではなく、そのマナーとしてっていうところもあるので、あんまりこう、報道とか出てくるものってなかなか、その割にはね、香取くんがすごく素直な表情をするっていうので、ネットで噂になってますけど、まあ、それこそわからなくて、ね、どういう意図でやってるかとか、本当にそのお仕事なのに素を出してるのかっていうのも、本当本人しかわからないので、ね、この、騒動、スマップ解散に関しても、本当にキムタクが悪いのか、その裏方の人が悪いのかっていうのは、あくまで、その、ね、週刊誌とか雑誌の記者の方、あれなので、本当かどうかっていうのは、やっぱね、吟味しないといけないというか、吟味する必要もないのかなと、解散しましたっていう事実を受け止めて、うん。類人猿最強の話はどうし、類人猿最強でした。霊長類じゃなかったです。猿になってますよ、類人猿だったら。どうなのかな、あれ。霊長類ね、最強、ちょっともう、じゃあオリンピックの話しますよ。霊長類ね、最強の女性、吉田沙保里選手。ねえ、もう正直、謝らんでって思いましたよね。銀メダルで謝るっていうね。いや、わかりますよっていう話はあるんですよ。こう、みんなの期待を一身に背負って、ね、金メダル取るだろうっていうプレッシャーもあり、で、それに応えたいとか、あと、ね、いろんなスポンサーとか、いろんな応援隊とか、例えば、ね、壮行会をしていただいたり、いろんな人の支えて、あ、吉田沙保里頑張ってねって言われてきて、ね、金メダルで主将になって、金メダル取るぞって思ってたら、銀メダルになっちゃったっていう意味では、謝りたくなるだろうなっていうのはわかるんですけど、謝らなくていいよっていうのがやっぱ大きかったかなと思いますね。いや、まあまあね、そこは本人のね、もう自由なので、ね、僕ら見てる方から何を言うこともできないんですけど、ああ、もう謝らないでっていう思いはすごいありましたね。なんかそこにね、日本の良くないところがあるなと思うというか、すごくプレッシャーかけてたのもあるし、まあプレッシャーかけてるつもりはなくても、本人がですね、この期待に応えられなかったら謝るという、なんか日本のためにやってるわけじゃないはずなのに、応援してくれる人のためにやってるわけじゃないはずなのに、なんかこう謝らないといけない雰囲気があるっていうのはちょっと切ないなと僕の中で思いましたね。なんかこう、ね、もうちょっと気楽にのんびりやれよとは言わないんですけど、もう世界なので金メダル目指すのは当然なんですけど、もっともっと自分のためにやった結果にリュウちゃんまだあれですよ、吉田沙保里の話が、リレーってまだ終わってないんじゃない、終わったの、もう僕ね、結局あれなんですよ。テレビないから、一応 Facebook の情報とかでしか知らないです。で、吉田沙保里選手ね、本当に謝らずにいてほしい。謝ったのは謝ったんで置いといて、なんかもうね、情報が入ってくる側からすると、本当にお疲れ様ですね。ありがとうございます。感動ありがとうございます。でしたね。なかなかね、やっぱね、金メダルって難しいんですよね、オリンピックってね。大体、こう、いつも勝ってる人が勝てないっていうのが金メダルなんで、ね、やわらちゃんこと、今現在谷涼子さん。リレーメダル取りました？すげえ。すごいな。日本もね、今回の、あれですね、オリンピック、
日本勢すごいですね。あのバドも金メダル取りましたよね。で男子卓球団体が銀で個人が銅ね、卓球もよく頑張って、わあちょっと陸上をやってた人からするとリレーのメダルは嬉しいな。本当にね、あの日本ってまあ部活が超厳しいって有名なんですね、世界的に。中高生こんな虐待してどうするのって。でもそのおかげもあってですね、実はあの人口はそこそこ多いですよ、そこそこ多いですけど、やっぱりこのアメリカ、中国、ロシア、ああいうところにはもう人口なんかもうバカなほど全然違うわけですよ。で多ければ多いほど才能を持っている人がいる可能性がいるんですけど、日本人って才能以上に努力がすごいって、日本の練習って本当トップレベルの練習なので、でまあ本当に、うん、田村でも金、谷でも金って、うん、ママでも金ってならずっていうね。田村涼子選手、谷涼子選手はもう本当に若いうちからねすごい強かったの、オリンピックで勝てないっていうね、まあ、そういう意味では伊調選手ね、女子レスリングの伊調選手すごかったですよね。あ、4連覇、4連覇ですよ。4連覇ってことは16年中あるんですよ。16年前に金メダルを取って今年ようやく取って4連覇ですよ。でまあもっとすごいなと、まあ、あのそれ、まあ、レスリングでだけじゃなくても史上でもそんなにいないはずなので、4連覇って。でもやっぱ僕がすごいなと思うのは 100m のボルト選手ですね。ああすごいですね、3連覇。100と200って本当瞬発力の世界なので、筋力と瞬発力の世界なので、本当に年齢がすごく反映されると思うんですよね。もちろんイチロー選手みたいにね、あの落とさないようにっていうことはできるかもしれないんですけど、それでも3連覇だから8年間か、あだからあの4連覇は12年間か、うんうん、そう、バドミントンね、金メダル取りましたね、ダブルスね。あれもすごかった。まあ一番何がすごかったかって、結構おっとりしたお母さん、ママ友がいるんですけど、ママ友で、あの、昔バドやってたんですけど、その人が Facebook で、バドで金メダル取ったんで、興奮して声が出たって、それを見た時に一番びっくりしました。あ、そんなにバドに思い入れがあったんだ、みたいな。なんかそういうタイプじゃなかったので、あのでもねバドミントンも、うん、あ競歩ね、これ僕あれテレビ見てない割にはよく知ってますね。競歩ね、一回ね銅メダルになったけどね、あ銅メダルが剥奪されました、銅メダルがね審議でなくなっちゃいましたけど、また審議して銅メダルになりましたね。競歩ってね、確かロンドンオリンピックなんかでもメダル逃しましたよね、なんかいや反則で。なので今回ね競歩ね覆されて覆されてで結果良かったんで良かったですけど、本当にもうね陸上はねよく頑張ってますよ本当に。大学時代の運動系の講座を取ってたら、もう日本の場合はおーっと久しぶりにさん来ましたよ、競歩とかけまして、さあ何と解くんでしょうか。うん、久しぶりの謎かけ。まあそんな感じでですね、まあ競歩もそうですけど、まあ、陸上、大学の先生が言ってたのが、まあ僕の、まあ、たまたま講座を受けてた先生なんで、講義を受けてた先生なんですけど、まあ日本はほとんどが野球に持ってかれると。え、かけまして、解こうねって。ね、ラジオやってるとそんな余裕ないんですよ、リスちゃん。謎かけやって解いてる余裕はね、ないんですけどね。競歩とかけまして、なんと解くんのか。で、まあまあ、野球選手に持っていかれると。だ運動神経のいい人、そう、野球部とサッカー部とバスケ部、大体何でもうまいんですよね。やっぱ運動神経ないとできないんだなと思って。
で、大体どこの学校も陸上部が負けるっていうんですけど、うちはダントツで一周差とかつけてた陸上、中学校の時はね、陸上部でしたけどね。長距離でももうダントツで何分ぐらいかな。もうダントツ優勝したことがあるので。もう、陸上、野球部もね、まあ野球部強かったかな。サッカー部はいまいちだった気がするな。そう。で、まあ兵庫としてはね、もうどこが出たか知らないんですけど春の甲子園でもうこう今甲子園の話にまた戻ってきたんですけど、明石商業っていうね、おすごい、ゆうたさんが、お競歩と書きまして人生と説く、どちらも歩みが大切でしょう。一歩一歩ね、人生ね、人生楽しいですかなんだよみたいな、いいですよね、ゆうたさんのやつね。もうね、謎かけできる余裕ないです。一応喋っとかないといけないので、黙らせてくれたらいいんですけど。まあまあまあ、そんな感じで、まあ理想とかね、皆さんね、金メダル目指して、ね、よく頑張ってて、今回すごい頑張ってるって失礼ですね。なんかすごい、こう、結果を残されているんじゃないかなと。で、男子卓球の、もう名前すいません、出てこないんですけど、銅メダルの方ね、ルールをちゃんと守って戦ったと。バドミントン、ラケットにね、なんかこうなんとか剤を入れずにやって勝たれたっていうのもかっこいいし、やっぱ日本の人ってもう本当スポーツマンシップとかそういう意味ではすごく頑張ってるのかな。本当ドーピングっていうのは日本人であんま聞かないので、もうロシア選手軒並み、あ、ロシア選手が軒並みね、ね、出れなかったっていうのもね、お離婚、結婚離婚を繰り返す歌手と、どちらも浜崎あゆみ、競歩とかけまして2つ出ましたね。人生と説く、どちらも歩みが大切でしょう。競歩とかけまして結婚離婚を繰り返す歌手と説く、どちらも浜崎あゆみ。リスちゃんはね、何気に婚活に絡めてくれるんですよねなので、浜崎あゆみってそんな結婚離婚してますよく知らないっていう浜崎さんね、よく頑張ってますよね。結婚離婚を繰り返してる歌手って僕の中で松田聖子なんですけどどうなんだろうね。他にもいっぱい祝いしますよね。松田聖子はビビビッときた運命の相手と離婚しちゃうので、しかも結構電撃結婚して電撃離婚しちゃうのですごくイメージがあるんですけど、あゆもそうなんですかね。浜崎さんどうかな今後ね。まあ僕は考えることじゃないんですけどね、まあみんな、ね、理想の結婚とか、まあ理想の人生っていうのもあるかもしれないですね。僕はできれば働きたくないっていう働かずして食うべからじゃなくて、働かずして食うみたいなね、のが理想であったりするんですけど、まあそういう意味ではなんかこう理想の人生生きていけたらいいなと、なんかそういうのもちょっと思いながら、今またね、IOK をかけております。まああと4分弱か、お金髪の女性、大谷あゆみって誰あゆみつけばいいじゃん、りっちゃん。金髪の芸人さんって最近カズレーザーしか知らないですよ。あと、はちみつ二郎女芸人わかんないな。そう、もうね、テレビがないとだいぶ取り残されます。まあその代わりですね、いろんな自分の興味のあることに時間が割けるので、まあいいのかなと思いながら、先週は割と妻もお休みだったので、だらだら過ごしてきたなと思います。で、今日は、盆踊りもあるので、まあちょっと満喫しようかなと思ってるんですけどね。いやでもオリンピックも盛り上がって間もなく終了、夏休みも今年の夏休みはオリンピックとかね、甲子園とか結構盛り上がった夏休みだったかもしれないですね。
まあうちの娘は来週もまだ夏休みで、中高生はもう今週で沖縄の北中の子たちは夏休みが終わっちゃうということでね。昔はね、8月いっぱい夏休みがあったのにもかかわらず、最近の子供は早めに夏休みが終わって、とはいえ、親になって初めての夏休みを迎えたわけなんですが、ね、2週間ぐらいでいいよみたいな、うん、リスちゃんが素晴らしい、ダラダラ怠惰人間ですねって、はい、怠惰大好きです。人間には7つの罪があるらしいんですけど、そのうちの1つの怠惰ですね。大好きです。ね、できればね、ダラダラ気楽にのんびり生きて、まあね、そんなにお金もらいたいと思ってないので、まあそこそこね、生きていくに必要なね、子供を育てるに必要なお金だけいただいてですね、うん、滞在でも構わず、怠惰青い、怠惰青い、怠惰青い、うん、なんかそういうのも、あ、ね、そういう生き方も一つなのかなと思いながらね、ちゃんとやることはやりつつ、最大限ではなく最低限ね、やって自分の好きなことやって生きていけたらいいなと、これが僕の理想の人生ですね。あ、いい感じで締めてきた。なので、まあね、いろんなこと考えながらやってる、生きてるんですけど、まあね、今結婚婚活支援みたいなこともやってますけどね、みんながやっぱりね、ハッピーになればいいなと思ってやっているので、ね、応援とか支援とかいらないよっていう人は、まあそれでいいです。応援して支援してっていう人は、どんどんね、みんなで応援していけたらいいなと。で、それがやっぱりね、人の絆につながっていくかなと思っておりますので、まあそういう形で、今週いっぱいで夏休み、あ、来週いっぱいで夏休み終わる中学生高校生の皆さんと親御さん、親御さんはラッキーと思ってるかな、あ、留大付属はもう終わってるはずだな。ということで、夏休み間もなく終わったり、もう終わってるところもあるかもしれませんが、あと1週間小学生はあるみたいですよ。ということで、アイデアの IUOK、今週もありがとうございました。素晴らしい1週間をお過ごしいただきたいなと思います。メールもメッセージも待っております。さあ、また来週。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。今日は3人が